皆さん、こんにちは。テクニカルディレクターが中心に集まるベースドラムによる技術に関する様々な情報をお届けする番組、ベースドラムライブです。今回は我々ベースドラムが電通さんと発行しているザ・テクノロジー・レポートをご紹介していきたいと思っております。テクニカルディレクターの森岡です。テクニカルディレクターの小松です。今回は一六者視点で森岡さんに TTR についてお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 あとまず TTR について、TTR ってそもそも何の略なんでしょう <laughs> あはい ?TTR っていうのは、<laughs> THE テクノロジーレポートの略で、はい <laughs> まあ、文字通りまり技術のレポートなんですけど、<laughs> テーマとしては、テクノロジーの潮流を読み解くというテーマになっています。そもそもそのベースドラムに来るお仕事の相談のときに、はい、あるのが、えー、テクノロジーを、まあ、単純にバズワードとして捉えて相談でるということ。<laughs> <laughs> まあ去年とかだったらメタバースやりたいですとか、3、はい、やりたいですっていう、テクノロジーの深くまでこうリサーチがあんまりできてないっていうある,あるいはその相談が来るんだけど、課題とテクあの解決するソリューションとしてのテクノロジーのセットできちゃう場合、○○ってい課題があるんですけど、<ー>ってこういうなんか AI を使って解決できませんかって来るけど、それ AI いが。これを使ってみたくてがさっきの。 でそういうときはまあテ、このテクノロジーじゃない方がいいですよって言ってか、まあ、おしあの話を戻すんですけど、うん、そうじゃなくて、まあ、そもそもテクノロジー、このテクノロジーってどういうものなのかとかを、もうちょっとこう、なんていうんでしょうね、プロジェクトになる前にあのみんな分かっておくといいよねという意味で、うん、まあテクノロジーのなんか潮流とか本質がわかるような読み物を作って、みんなに読んどいてもらうっていうのはすごく大事なんじゃないかなというので、始まったという感じです。うん、はい。で という意味ではあの技術紹介的な側面がベースでではあるんですもそうですね、技術技術がいっぱいあることで、その見えてくるなんかこう、大きな潮流とかトレンドで変わっていくものみたいなことについて、はいはい、考えているという感じですかね。るほどはい、メンバーもなのでですね、まあ、ベースドラムのテクニカルディレクターチームと、はい、 あとは、伝統さん側に土屋さんといって、すごくテクノロジーについて面白くこう語れる方がいらっしゃるので、土屋さんを中心にメンバーを組ませてもらって、執筆をしているという感じです。で、テクニカルディレクターはまあ本職、ライティングじゃないんで、ライターさんにも入ってもらって、ヘルプをしてもらいながら執筆をしているという感じです。森岡は執筆と監修まあ技術的に合ってるかどうかとかをまあみんなに。 中での責任者みたいなポジションをちょっとやっているという感じですね。<laughs> はい。ありがとうございます。まあ、そういう意味ではあれなんですけど、ね、いちかっていうと、その、なんだろう、さっき話した技術紹介ベースの少しお堅い読み物っていうよりは、まあ、ある種エンタメチックというか、そういうジャンルに属するタイプの読み物ではあるんですかね。 そうですね。まあ、少なくとも技術書みたいな感じではなくて、うん、テクノロジーがあるんだとか、うんああ、こういうテクノロジーがあって、こういう風に変わっていくのね、みたいなことを面白がってもらえるといいなという意図では書いてますね。うん、ちょっとその文学的な話にとか、うん、文化的な話に行くので、うん、そこが楽しめるかどうかはちょっと人によるかもしれないですけど、わりわりのエンタメというよりかはね、なってるけど、まあ、楽しく読めるものではあるかなと思って作っております。ありがとうご、ん、ざ <laughs>、はいます。 普段なん、どういう活動とか発信っていうの分をされてるんですかその実際の内容として。はい、はい。えー、っとですね、まず大きくやってるのは冊子の制作ですね。<laughs> まあ活動を丸2年ぐらいやってるんですけど、えー、っとその中で、えー、今3冊作っています。1冊のテーマは解像度。<laughs> で、でえーっとまあ、解像度がすごく上がっていくと、まあ、解像度が上がった絵が撮れる以外のいろんなことができるようになったりとか、<laughs> まあ そのセンサーの解像度が上がっていくと、こういうことができるようになってきたんですよっていう、その単純な能力値以上のこう変化みたいなものがいっぱいあるのです。うん、解像度っていうテーマで特集したのが第0号って言われてる一冊目ですね。うん、で、その次はスペクタクルっていうテーマで、そのスペクタクルっていうのはまあドラマみたいな意味なんですけど、ドラマ性みたいな意味なんですけど、まあその世の中のものにもそういうものが、そういうものって言うとあれですけど、スペクタクルがその 起きるる土台ににそのののテテクノロジーーがすごく関わっっっててていいいうう話をテーマにしたもので,す <laughs> で、すで3冊目がヒューマニティっていうテーマで、えー、そのテクノロジーの発展によって人間性が変わってきたりとか、社会性が変わってきてるよねっていう話、あるいは逆に人間性や社会性が変わることで求められるテクノロジーも変わってきてるよねっていう視点ので、でえー、テーマを決めた冊子っていうのは今まで3冊出てますと。 はい、あとは今年はですねちょっと冊子を作るのを半年ぐらいお休みして、まあ、ノートを細かく書いてみようっていうのをやっていて、まあ、テクノロジーノートっていうので、えー、2週間に1回かな。えー、1 1個のテーマで3 ここぐらいのエッセイみたいな文を、エッセイというかコラムみたいなものを上げているという感じですね。<laughs> うん、最新のテーマだったら、ヴィンテージテックっていって、まあ、テクノロジーが時間経った結果、まあ、文化的な価値が出たりとか、うん、いうものがありますよねとか、その足りてないテクノロジーが逆に楽しいみたいなものがありますよねっていう話をまとめてますアナログ回帰というかある種、あれですそうですね。<laughs> はい、チップチューンとか。 であとはまあオンラインイベントとか、あと YouTube ライブなんかも時々発信してます。<laughs> まあ電通の土屋さんがね、そういうテクノロジートレンドみたいなのをとにかくリサーチされる方なんで、まあ、CS にもみんなで行って、CS のレポートをもうその日のうちに YouTube ライブで発信、現場が来るみたいなのをしたりとか、いう感じですね。 そのさっきおっしゃってたノートの,そのコラムみたいなのは、それもまた冊子になってまとまって出るとかはあるんですか今後あるかもしれないという感じですかね。場合 <laughs> で言うと、結構、ノートの会議をする中でテーマが大きくあの、いっぱい出てきたんで、結局、うん、今週ちょうど、えー、新しい最新号の第3号、つまり4冊目のやつが出, <laughs> 出るんですけど、まあ、そのテーマが割といいテーマが出たんで、 あのそういうノートのやつを入れずに新作で完全に書こうみたいな感じになって、えーえー、新作でがっつり書いたという感じですね。はい、基本的にはテーマ選考でというか、テーマが決まって、そこベースにみんなでそこにフォーカスして書いていこう。そうですね。で、えーとさ、今回のテーマはクリエイティビティというテーマで。そはい ありがとうございます。なんか技術者が出てから出てきたりとか、技術者が好むクリエイティビティの在り方ってあるよねっていう話で、ね、<ー>これについて書いてます。例えば、なんかこう、僕が担当した分だと、圧電素子ピエゾ素子っていうのがあるんですけど、あれはすごくシンプルな、電気が圧力に変わる、圧力が電気に変わるっていうだけの素子なんですけど、応用の幅、つまり転用の幅がすごく広くて、スピーカーに使われたりとか、 その加,速あの加速度センサーの根っこにやってたりとか、マイクも実はピエゾセンサーだし、みたいな、プレーピトプリンターもピエゾセンサーでできて、<ー>ピエゾでできてるし、みたいなので、あらゆる技術が実はピエゾでできてるみたいな、いうところで、転用の幅っていうところにクリエイティビティを我々感じますよね、とか。ああ、とはいなんか、そういう意味では、なんか、いわゆるメディアート的なものってよりは、もう少し、その工学チェックというか、そういうジャンルが、 多い感じにはなるんですかそうですね。なんか、そうですね。メディアアートとか、アートのみに限らずという感じですね。もうテクノロジーそのものを楽しむような感じだったかなと思いますね。はいえー、実際、多分、読む層としては、そのビジネスも考えている層に対しても見せたいな、読んでもらいたいなと思っているので、<laughs> まあそういうアートに落ちてなくても面白いものがありますよね。<laughs> <ん>うん、ただし、もちろんアートの部分も書いてはいるっていう感じですよね。例えば、えー、っと、 池田さんっていうあベースラムの池田さんが担当したコーラムの部分で言うと、はい、あの日陰ができない建築物を考えるっていうのが最近の分野で出てきてるんですけどそれとかはまあ先行事例としては、まあ、この業クリエイティブなテクノロジーを使ったメディアアート界隈でカイル・マクナルドさんっていう人がいてその人はプロジェクターとミラーボールを使って、うん ミラーボールにどういう光、プロジェクターがどういう光を当てたらどういうところに点が出るのかっていうのを全部シミュレーションしたアート作品を作ってたりするので、<laughs> まあそういうのとまあ共通性があるよねっていう話を書いてたりすると。膨大なシミュレーションによってできることみたいな、えーはい、ことを書いてたりしますと。はい、ありがとうございます。 なんかこれから、そなんか、過去にもイベントをされていたかと思うんですけど、これからまたそういったイベントはされるんですかあ、はい、そうですね。ちょうど、えっ、ー、と、12月11日にですね、えっ、ー、と、リアルのイベントをやろうと思ってます。<laughs> 実は TTR のプロジェクトを立ち上がったのは、まあ、2年ぐらい前だと思うんですけど、うん、えっと、ずっとコロナ禍だったんで、あのリアルのイベントを一回もやったことなくてですね、今回初めてのリアルイベントという形。<laughs> はい、でまあ,あのなんであんまり固くテーマを決めずに、まあ、2023年の技術の振り返りと2024年の技術の展望について、まあ、お酒も交えてざっくばらんに一応なんか登壇主席はあるものの平たい場で喋るっていう感じにしまちなみに小松さんは2023年来そうだったと思ってた技術とかありましたな,なんだかんだだか AI なんじゃないかなっていう。<ー>で、なんか AI って言ったの、その画像っていうよりはどっちかっていうと 3D 方面の分野は何だろう。うんうん、その結構実用的なラインとかの話も含めて。<laughs> 来年あたり来るんじゃないかという。そう、なんかこの1年で一通り、うん,うん、なんだろう、その研究っぽい部分、ベースの部分はされてきて、うん、ようやくじゃあ実際に落とし込もうのページに来年1年になってくるのかなっていう。で、実際なんか MV とかに使われてる事例も。 はい、だんだん出てきてるなと思いながら、うんうん、結構そのあたりは興味深いなっていう。はい、そうですね、なんか画像とかに比べると変な話、その、権利的な問題とかが、なんか若干弱くて、僕は安心して見られるっていう。ちなみにこ、オンラインでですね、この THETECHNOLOGY レビュー2022っていうのをやってて、そのときは2023年、これが流行りそうみたいな話をしてたんですけど、多分結構、 外れてるのもある先、まあ、めちゃめちゃ流行ってるチャット GPT とかテキストの AI 生成ってリリース日だけでいうと去年の11月なんで2022年のものなんですけど<笑><笑>多分爆発したのは今年になってからそうですねはいなんで1年先のトレンドを読むのがいかにむずいかみたいな話は <laughs> 特にこのなんか AI 運動はもう なんか1日にもう明日になったら何か全て変わってるみたいなの。そうですね。スピード感だったなっていうのが結構肌感としてあって。うん、そうですね。なんかここの話、そのこそこの TTR の03で喋ってるアクロバットとかもそうなんですとか、まあ、解像度の時のもそうなんですけど、こう、一定のレベルを超えてくると、急にこういろんな分野に使えたりとか、いん,、うん、んなところに普及していくっていうフェーズがあって、なんかそれはなかなかこう、 まあ技術分かってても、あらゆる技術分野を見ながら、そこの分水嶺を超えてるかどうかっていうのをウォッチしていくのは、なかなか難しい分野だなとは思いますね。うん、なんで、分水でを超えたと思った時に、ね、ちゃんとその分水嶺を超えたテクノロジーがどういうことになっていて、まあ、どういうふうに使えるのかっていうのを見るっていうのが大事なのかなという気がしています。そこも踏まえて、なんか、全体の潮流を把握しておくことが大切か、ね、そうですね。 なんで、来年の展望も話しつつ、まあ、どっちかっていうと、当たる当たらないというよりか、こういうことが起きそうだよねとか、こういうことになったら、こういうことが、うん、ニーズが増えそうだよねとか、まあ、そういう話ができればいいんじゃないかなと思ってますね。うん、なるほど。あれですね、そう,そう聞くと結構なんだろう。ある意味、ビジネス視点にかなり寄り添っている話というか、うん、これからじゃあどういうのが刺さってくるだろうかみたいな。 この経緯もなりますのでうん、うん、そうですね。はいどっちか。アートというよりかは、どちらかというとビジネス視点が多いかなと思いますね。うんうんま、とはいえ、中にビジネスの話がいっぱい書いているというよりかは、まあ、ビジネスにどう使えそうかを、テクノロジーがビジネスにどう使えそうかを考えてもらうために、まあ、テクノロジーにフォーカスして書いてある本っていう感じ。<laughs> うん、どうぞ。はい。ございます。 はい、ありがとうございます。なんで、あの、冊子の方はですね、あの、ウェブサイトの方から登録していただければ、お送りもされるし、PDF もダウンロードできるかなと思いますので、<laughs> はい、ぜひ、あの、気になる方は見ていただければなと思います。概要欄にリンクが載るのか分かんないですが、はい、<laughs> はい。ではですね。 あそういう感じでですね。はい。BD ライブでは、毎週このようにテクノロジーに関するテクニカルディレクター目線でのトークを配信しています。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。またテクニカルディレクターに語ってほしいテーマがありましたら、コメント欄にリクエストを書きください。それでは今週もありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。